どうも才能の塊金藤です。いや、皆さんポンコツボトム層のね、行くぜ。100問100答やっていきたいと思うんですけど、皆さんのご希望だけ聞いたら僕の音が聞きたいと思うんですよね。知るわ。こいつに使う時間もったいないなと僕も思うんですけど、おい言い過ぎやぞ、こいつのファンも1割程度いるので。言い過ぎやぞ。皆さんこいつの100問100答にも付き合ってあげてください。こいつとか言うなよということで100問100答始めます。身長は176。そんなあるんや。ああ意外と。体重は64。足のサイズは27。血液型は B。 はや、圧倒的な B っぽいもんな。圧倒的な B、うん、自己中。自己中やな。もう自分大好き。いいとこないし。おいおいやめろよ家族構成はお兄ちゃんとおとんおかん4人。おお。職業は YouTuber。 何、うん、会社経営者。まあ圧倒的な。どこが圧倒的やねん。圧倒的な。だいぶチンケンだよ。おいやめろよ。俺らなんてまだこっからよはい。で年齢は27。へえ。どういうこと。そうなんや。うん、知らんかったペットはいる。おらん。なんで。でも金藤っていう犬飼ってる。ワーオファンタスティックベイビー座右の銘はドープにヒップに。ドープにヒップにスラッグに。かっこいい。滑りながら足元も滑ってたけど大丈夫乗車必須です。イランドゥーン。じゃあそんな滑りボトム層の髪型って何それ。センターパート。ああ、ほんま。ああでもちょっと伸びてきたかも。不潔センターパートってこと。うわあ、迷うなよ。ちょ、あの隠れてますね傘で、はい、ちゃんとやってもらっていいですか。そう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 、はい。ああベチョベチョでいく。うん、キモ。出身地は大阪。出身中学は玉川中学校東大阪市立。へえ。高校は偏差値44。金光八尾高校です。おお、金光八尾高校。金光八尾高校です早口言葉みたいですね。金光八尾高校普通科です。へえ。アホな方です。特殊。あ、言うとあかんよ。確かにアホやけどね。おいやめろよ。出身大学は同志社大学経済学部。へえ、跳ね上がったね。そうそうそう、うん、そこのトップやった。いらんぞ学生時代の部活は野球部。中学野球部、うん、なんか高校は一人で YouTube 見ながら楽器弾いてた。楽器か。ああ、確かに。しかも野球やってる時も公式とかじゃないもんな。あ、そう、準公式っていう超マイナーな。マイナーやな。東大阪だけしかないらしい。でもお前らしくていいね。おい、どういうことやねどうする。好きな女性のタイプは。優しい子。おお。笑ってくれる子。うわお。童貞みたいなこと言ってる嫌いな女性は。ああ、ありがとうって言わへん子。おお、お前や。おい言うの結婚願望ある。ある。え、でももう別れるんじゃない。おい言うなよアルバイトしたことある。ある。へえ、何してた。家庭教師の営業とか、うん、ファミマのバイトとか、うん、なんか居酒屋やってたりしてましたね。ああ、そうなんや。はい。まあ営業やってたもんね。そう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 、うん、それ長かった一番な。2、3年。 B2C やってたもんな。そう、テレアポとかもやってたからな。じゃあ働く理由は。生きるためと笑顔で過ごすためですかね。薄いですね貯金はいくら。あ、これ見ました。見た。1453万個人の口座誰がそこまで言うのお前ちなみに俺ゼロです。やー金遣い荒い。俺荒くないね、うん、間違いなく荒くないな。荒くない。真逆やもんな俺ら性格。そうそう、マジでマジでな。ああ、多分。ああ、付き合いたいのは俺で、ああ結婚したいのはお前みたいな。ああ、全て別れていきそうな。そうかもせん、うん、結構ガチで別れていくよね絶対。ああ、んだら。ああ、何に一番お金使う。女。おんな言うとあかんぞ女性って言え。おい、そこちゃうねんそこじゃないな。そこちゃうねん。俺も女性やからさ。そう、いや、あのご飯食べに行ったりね。女性とやないかお前。うわー、あんま言ってほしないよ。でもそうやん。うん、お前今彼女何やろ。ああ、やめろよお前そんな質問を用意してるか。ああ、分かった、間違えた、絡めやった。おいじゃあ、うん、
好きなお酒の銘柄は？ビール。おお、グリーンラベルね。そう、キリングリーンラベル。好きな服のブランドは？マルニと、あ、ナイキも来ますよ。あ、お前はナイキやな。うん、すごいナイキのイメージあるわ。そう、わざと着てんの。ほんだら自分の好きなパーツは？かわいいね。うわお、でもそうやと思うたまに羨ましいなってぐらいの綺麗な目やなと思うよ。あ、ほんま、うん、ほんだら、はい、コンプレックスある？あ、ありまくるな。じゃあ、コンプレックスの中の一つ教えて。やめろよ、お前物忘れ。あ、忘れ物多い。確かに、ああ、それはほんまに、ああ、あの周りとしても直してほしい。あ、すみません。ほんだら、ああ、好きな食べ物は？チンジャオロースと芋けんぴ。芋けんぴ、珍しいななんかイベントの時ファンの方がめっちゃ持ってきてくれましたね。なあ、はい、6袋ぐらいもらってマジで3個ずつやったな。そう、食えるかこんなもん。俺全部食べたよいや、ありがたくいただきましたけど、うん、好きな YouTuber は？好きな YouTuber はバイエンスっていう、あの科学を解明する番組です。ちょっと知らないですね結構登録者多いっすよ。じゃあ、はい、仲いい YouTuber は？ソンセラさん、うん、とソンセラさん、俺ら仲いいね。ハッシーかな。あー、今度出てもらおうか。カルミナ、カルミナをぶっ壊すのハッシー、うん、はい、兄弟。そうそう、外銀、なんか外銀エリートです。え、ハッシー出てもらおうや。出てもらおう、うん、言ったらこう出てくれると思う。コラボしようぜ。うん、うん、嫌いな YouTuber は？若手 TV。 若手 TV、 なんで？学歴違うから。そう、まあキャラやったらいいけどね。じゃ、なんかあのガチやったら嫌やね。そう、大人なって何に言う、18歳のことをいつまで言うとんねんって。いや、それは間違いないね。ああ、得意教科は？英語かな。あ、そうなの。当時、ああ、全然喋られへんイメージやけど。おいおい、言うなよ。頭悪いだけだ。いや、喋ると筆記はちゃうねん僕。ああ、そっかそっか。ああ、苦手教科は？数学。ああ、だからロジカルじゃないんか。いやそんなことないよな、ごめんな。経験人数は？分からん。さ、え、やっぱ数えるもんじゃないよね。いや、いらいな、ちゃんと言って。俺も答えてんから前。いや、マジで数えてないけど。大体でいいの。50前後ぐらいじゃないですか。ああ、少ないね。50から100ぐらいじゃないですか。少ないあんま言うもんちゃうよ俺の周りで一番少ないよ。ほんま、お前どんな男性風俗で働いてんのかお前そう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 、そうそう、ちゃうよじゃあ、はあ、最近はいつエッチしましたか？まあ、彼女が来た時ですね。嘘つけこの前のあの、はあ、エロい保育士は、はあ、誰やねん誰やねん合ってる。お前はめようとすんな。俺、違う、俺をはめんな彼女、基本やっぱ彼女大好きですか、ね、まあ大好きと浮気はちゃうもんな。おいおいおい、じゃあ次行きましょうか、うん、女性は好きですか？あ、好き。大好きよね。いや、お前ほど好きな人見たことない。おい、お前はめんなよだからはめてくれ。あ、じゃあもう一回聞くわ。女性は好きですか？いや、あんまかな。嘘つけ好きな本は？マチネの終わり、小説。へえ、知らん。あの、本当に大人の恋愛の話なんですけど、すごくね、描写が美しく、なんかこうドロドロした不倫関係、不倫じゃないか、なんかそういうちょっと嫌な部分多いじゃないですか、大人の恋愛って。お前絶対女性好きやろ好きな本に現れとんねん、お前それをうまく綺麗に描写されてるっていうのが。お前絶対女性好きやろ、ね、はい、描写でいとんねお前。はい。好きなアニメは？トトロ。トトロ、あんま知らんだけやな多分そう、アニメ自体。 あんま知らんだよ。あんま。好きなゲームは？パワープロ。パワープロ、うん、野球やってたからね。そうそう。好きな映画は？映画はショーシャンクの空に。おお、いいよね。お、俺もそれと迷ったわ。嘘つけよ。ショーシャンクとあれで迷った。あ、マジ、うん、好きなドラマは？半沢直樹。ああ、面白いよね。面白い。俺もそれで迷ったわ。うわお前何やねんそれいらんねんお前好きな漫画は？好
好きな漫画はドラベース。ドラベース、え、お前小学生小学生までやで、ドラベースで。いや俺それしか知らんねん。でもドラベースはなんか全巻持ってたな。半月切りで盾で打つやつ。あ、ホワイトボール投げんなお前盾打ちのやつええねんお前。はい、ほんだら好きな女優は。好きな女優は安藤サクラ。いや珍しい、100円の恋の人。あ、そう、珍しい。好きやね。1番やで、100番じゃないで。いや、え、それは何、容姿がってことですか。容姿よ、もちろん。あ、容姿はやったら長作ひろみ。おお、ちょっと目離れてる人好きなの。そうやな、うん、目離れてる系女子好きよ。そう、目離れてる女子の方はあの彼に DM したら抱かれると思います。言うてくれんなよ。じゃあ、ありがたいけど、好きな俳優は。大泉洋。大泉洋、うん、なんで。なんかちょっとあの愛される感じが美しいなと思って。え、でもあのコメント欄でムロツヨシに似てるって言われてたけど。おー、言うなよムロツヨシは嫌いなんですか。ムロツヨシ、いや、そない似てへんねん。別にほんまに似てないな。そない似てない。じゃあムロツヨシということで。わお、ちゃうわ、何やったっけ。おい、大泉洋か。ああ、ほんなら休日の過ごし方は。休日ってあんまないけど動画見てます、 YouTube。 あ、俺の。俺違うよ。俺らのってこと。見るかお前。見るか。一番見たないね、休みの日に。え、なんでなんでやる。プライベートも一緒にいようや。いるか将来の目標は。まあ、幸せに暮らすことですね。おい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 、薄い女子の反応やですよな。薄女って呼ぼう。幸せに。あれ、小さい頃の夢は。おもちゃ屋さん。わ、そうなん。おもちゃ屋さんになれればおもちゃで遊べると思ってたから。生まれ変わるなら何になりたい。鳩。鳩、うん、なんで。なんか空とか飛べたら嬉しいよ。うわ幼稚園児と喋ってるみたい解散しようけねん解散しようけねん。ほんだら、ああ、好きな歌手は。歌手はシラップ。おお、ナルバリッチとか。いいね。ああ、俺も好き。ほんま。うん。好きな芸人は。千原ジュニア。いや、いつも言うてんな。ああ、ぽいしな、なんか。あ、ほんま。でもお前粗品っぽいってよく言われてるよね。言われてる最近。でもそれって大阪の人って大概っすよ。そうやな、ツッコミ大体粗品っぽくなるよ。大体粗品っぽくなる。もうこれやりだしたら終わり。あ、それやったら終わりやな。ああこれあれやってなかったらもう違うのね。ああ、そうや。ほんだら、いや、好きな飲み物は。マジでリンゴジュース。リンゴジュース、うん、え、そんまに。ガチでそのリンゴジュース俺めっちゃ買うから。まあ、キティちゃうな。そうなん。そうなん。いや、多分そうなん。分からん。あの人はリンゴやから。もうそう、汁にした途端もうアウトやから、あの人がしたら。何汁って。お前シラップみたいに言うな。そういう顔ほんだら、タバコの銘柄、まあ吸ってないからなしにする。吸ってません僕。吸ってないもんなお前、うん、女の前でしかな。女の前でしかーんダッサ。でも確かにね、うん、女の子とね、うん、飲んでる時、金、うん、タバコちょうだいって言ってくるもんな。そう、あと調子乗ってあのバー行って葉巻だけ吸うほんで無線ねよやめとけよ。ほんだら、うん、君の長所、うん、かわいいとこ。うわあ、かわいいとこ、うん、短所は。ちょっと人々が沼っちゃうところ。うわ、沼らせてしまうところ。女子ね、こじれるよね。まあでもお前みたいにさ、うんうん、彼女以外でも好きにさせちゃったりさ、うん、好きになっちゃったり。おい、やめろよ。そういうのも大事よね。彼女の両親見てたらやばいよまあでもいいことよ、人を好きになるのが多いってことは。そうやな、うん、それだけ素敵っていうこと。素敵素敵。いや、第一印象でなんて言われる。かわいい。かわいい
あんま自分で言わんで。お前に言われたらないだろう。確かに。モテますか？いやまあここでめっちゃモテますとか言ったら嘘っぽくなるから。嘘やんと。まあまあじゃあいいや。そんなっすね。うん、オッケー。おいおい、適当に流すなよお前は。まあ金とよりはモテないってことにしときましょう。やめろよボケ。その通りですね。ちゃうだろ。趣味は楽器。楽器。特にベースね。いや最近泣いた。え、基本泣かん。俺その欠落してるから、そのうわ喜怒哀楽の愛と動画多いかな。ド多めやな。ドド動画喜怒ドラクやな。喜怒ドラクやな。ほんまに。うわ終わっとんの。うわはい、喜怒ドラクということで。おい、そんな言葉あるがお前。100万円が手に入ったら何に使う？掃除機買う。おお、今ないんですか？あるけど新しいやつと、うん、あとなんかあの丸い円盤なんでしたっけ？え？円盤投げ？アイコスじゃない。え？ルンバ？あ、それ。うわぁ頭悪い。アイコス。てかその前の円盤投げもやばいな。やば。頭悪コンビや。じゃあ1000万円手に入ったら何ですか？人を雇う。あ、優秀な。まあお前のカリスマ性がないからね。イルゴーボギー。イルゴーボギー。カリスマ性なんかイルゴー。間違いない。それはいらんな。だってほとんどの人ないもん。ああ俺ぐらいよな。言ってくれ。お前も書いちゃうね。習い事は？習い事はスイミングとかやってましたね。あ、そうなんですか。塾、スイミング超平泳ぎ早くて。お、そうなんや。やばかったマジで。めっちゃかっこいいやん。あ、ほんま？俺水泳できへんからさ。あ、そっか。水泳上手い人憧れるわ。あ、あざっす。うん。友達に言われるあだ名は？むしゃん。むしゃんは彼女だけでしょ。むしゃんか。むしゃん。はい。ボトちゃんかむしゃんやな。そう、ボトちゃんかむしゃん。うん。ほんだら、好きな国は？国はタイ。タイ。バン。絶対女性好きやん。お前さっきから垣間見えんのよ。もう確信に変わる。確信に変わるよ。いろいろタイ好きは全員性欲エグいって聞くから。おい次行ってくれ。ほんだら、今年買った高いもんは？納税。納税。あ、それ確かにそうかもね。納税。それはそうかも。そうやね。じゃあ今まで買った中で一番高いものは？メルセデス。メルセデス。ベンツって言えよ。これ何回すんねんお前。ほんでいやお前金持ちはみんなメルセデスって言う、ね、嫌われるタイプ。嫌われるタイプ。お前なんかゲストで出た時も毎回やってないこれ。絶対これやる。メルセデス。嫌われるタイプまで毎回やっとんねんこれ。いらんねんお前。ほんだら、思い出に残ってる俺らの動画は、金藤の講演会 Vlog。 おお、なんでですか？あれ声だけしかほとんど僕出演してないですけど、やっぱあのツッコミが良かったなって自分でひしひしと感じてますね。あんま自分で言わんよ。お前に言われてないだろ僕に。最近笑ったことは？最近笑ったことは金藤と一緒にいたら毎日笑うよ。わ、好き。おいおい、また BL とか言われるからお前やめてくれ。おい、やめろ。 BL はお前あかんのよ。ビジネス系の真逆やから。いやほんまにマジであかんぞ。最近起こったことは？金藤が重要な会議に遅刻してきたこと。あんま言わんといてね。寝坊してきたこと。な、深酒して。しかもさ、最近さ、お前以外の人との約束だ。でさ、ほんまに遅刻なかったからさ。おい、なめんなよ。あれがほんまに初めてやったからビビったわ。えぐかった。全員ヒリヒリピリピリ待ってたよ。ピリピリ待ってた。イエーイ。おい、イエーイちゃうぞボケこら。最近一番嬉しかったことは？まあ俺と組めたこと以外で。いやーお。一番嬉しかったことは？いやお。あ、あれか。何？萩と解散したことか。うわ
んま言うたんかよ。それ悲しいわ。あ、それは。さすがに。愛抜け落ちてないよ。あ、そうやった。けど。人の心あったわ。あったあった。あれ、笑いながら言ってたからさ、いつも。おい、言うか、お前。悲しんどんで。いや、ちゃんと答えろよ、最近一番嬉しかったこと。なんか彼女が料理作ってくれたこと。はい、次行きまーす。テンション上がるときはどんなとき？フィッシャーズが動画上げてたとき。うわ、小学生みたいなこと言ってる。通知オンしてるから。お前フィッシャーズ大好きな小学生まで。やめとけよ、うん、頼むからやめとけよ。おい、やめろよ。過去に戻るならいつ？大学4回生のときや。なんで？お前キーエンスとやめといた方がええんちゃうって。え、でもキーエンキーエンスに入ってなかったら俺と出会えてないよ。あ、そうだった。うん、わかりました。つまり人生うまくいってないよ。はぁ、なんだその自分で言うなよ。ショート派ロング派？あ、女性の髪型で。そう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 、ロング。ロング派やね、うん、お前はいつもそう。あ、でも捨てがたいショートの。お、似合ってるショートの子ってえぐない？そう、あの外羽のフリンっていうやつ好きやね。わかるわ。わかる、うん、あれ大好き。滝沢カレン的な感じやね。あ、そう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 。俺もじゃあ尊敬してる人を金と以外で答えろ。いらんよ。ジャコパストリアス。誰やねん。あのベーシスト？伝説のベーシストやろうな。あの全てのベーシストの源流と言われる。あ、そうなの。伝説のベーシストがいる。アダムってこと？ガチガチガチ。すごいよ、現代ベーシストの祖。そう。アダムやんじゃ。尊敬してる人の次は。ああ、人生で何人と付き合った？10人ぐらいじゃないですか。そんな多いん？いや、ちょっとほんま、すいません、数えてなくて。数えてじゃん。うわー、いけるか。でもお前付き合ったら長いからさ。ああ、10人も無理じゃん。そうか、俺そんな感じか。俺めちゃくちゃ短くて16人とかやから。あ、そうか、うん、じゃあもしかして10人もいないかもしれないです。やろ。ああ、7、8人かも。お、そんなわけある。おお、それは記憶ある。あ、そうだよ。ほんだら、お風呂好き？あ、嫌いか。なんでや、好き。サウナ好きっすよ。あ、そうなの。おお、お前と一緒に行っとんの。俺と一緒に行ってるか。うん、じゃあサウナが好きということでね。ああ、都会派、田舎派？都会。都会。ああ、でもキーエンスの配属全部田舎やったやん。そうでしたね、あれは。だから辛かったですよ、僕たち。辛いね、あれね。ああ、俺でもめっちゃ嫌やったわ、あんな。お前の配属やったらなあ、ほんまに。香川と岡山ですか。絶対嫌やな。やばかった、マジで。絶対嫌やん。外れすぎた。じゃあ朝方？夜方？夜かな。うん、まあ、まあ、悩むまでもないやろ、お前。クリエイターはもう夜、夜行性ですから。あんま言うとあかんよ。なんでやねん。ついやっちゃう癖は？ついやっちゃう癖は、俺一個わかんない。何？鼻くそ。いや、最近減ったの。確かに。鼻くそほじらんなったの、なんか。あー、でも確かに。毎日指摘してるからやろ。あ、あと叫ぶこと。わお、うわーってマジで言いますよ。ほんまにな。ご飯屋さんでもね。あかんよ。今すぐ直してな。いやだ。はい。はい。じゃあ、ああ、カラオケで歌う曲は？カラオケで歌う曲は？ライオンハート。ライオンハート。いい曲やけど。うん、やっぱあれで大体コロッといくから。いくか、お前の歌唱力で。ああ、言うなよ。お前でも何でもないよ歌うやん。ああ、そうやそうや。マカロニ鉛筆。マカロニ鉛筆の。そう、あれも好きやで。あれ好きよな。うん、お前風呂入ってる時歌ってたもん。ほんま。歌ってたお前。え？シャンプーしながら。ちょっと待って。俺が風呂入ってる時家おったことあったっけ？一回だけな。あ、そうだった。泊まった時。BL 疑われるかやけど。いや違う。普通に泊まるとかはあるやろ別に。あ、そうっすか。そう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 。はい、んだら楽器できますか？できるよ。誰に逃しとんねん、 お前。おいおいおい、そういう企画やお前。おう、何の楽器？ベースやな。おう、まあギターもちょいちょいって感じか。そうそうそう。フジロック出とんねん、お前。まあギターはあんまあんまないけどな。アオって何やねん。マイケル・ジャクソンに憧れてる。ストレス発散方法は？あ、サウナですね、やっぱ。ああ、確かに大好き。あと女性やね。おい、言うなよ。
言うてくれんなよお前。言うてくれんなよってことあっとんねん。やめろよお前。そんなわけあるかやろ普通。んだら、あ、得意料理。お茶漬け。うわー、お料理じゃないよ。じゃあ金藤の第一印象は？イキリ。イキリ天才やろ。違うぞ。嘘。周りの同期みんな俺のこと天才と思ってたよ。嘘つけよ。言ってたよ。辻とかさなぎとか言ってたよ。あ、マジ？最初は天才やと思ったけど、あとあと。いや、俺はもう、まあ、最初から最後までただのもう大イキリやと思ってたから。まあまあ嫉妬もあんねやろな。おい、やめろよ。あるか。どうせ追いつかれへん存在やったし。いけるか。じゃあ仕事のこだわりは？クリエイティブかつ正確に。おお、ぽい。ありがとう。お前にしてはぽいよ。わーほーわーほー。どんな経営者になりたい？弱者に優しい経営者。ああ確かに。情弱で金を儲けない。落ちこぼれのためにやってるみたいに言ってたもんね。そうそう、全国落ちこぼれを救いたい。救える経営者になりたい。お前も落ちこぼれやったしな。まあな。うん。どんな YouTuber になりたい？YouTube、まあ、ニュースでいうところのマッスー的な可愛い感じ。うわ、自分で高め。キモ。可愛い系。キモイズ。もう将来の夢は？将来の夢は、うん、まあ自分も豊かになりつつ、周りも豊かにしつつ、素晴らしい、何のストレスもない、あのライオンキングでいう白ナマタタ長いの。俺がティモンやったら金藤がプンバ。わからん。ほんで長えわ。あ、そうですか、うん、はい、つまり金藤についていくってことね。いやー言うてへんよ。ルーティーンは？ルーティーンは朝コーヒー飲む。以上ですか？はい。あ、地球最後の日は何をする？彼女と過ごすかな。嘘つけー。おー、言うたんばよ。俺と過ごせよ。いらんよ、お前みたいなもんが。お前みたいなもんがハマってるね最近。すごいハマってるんだから。ああ旅行好き？旅行好き。ほんま。ああ行きたい国は？カナダ。なんで？寒そう。わお、薄すぎて困るんやけど。スノボ、やっぱカナダのスノボは違うらしいですね。あ、そうなんだ。はい。だから、じゃあ総理大臣になったらどんなことする？ベーシックインカム。無理です。弱点は？おい。落ちこぼれを救いたいとか言わせよ。ベーシックインカムは無理ですと、はい、で、なんて言って、弱点、あのいっぱいあると思うから1個だけ。何が弱点？弱点、おい言うなよ。お前の弱点よ。いっぱいあるでしょ。物忘れ。うわ、一緒、全部一緒。もう一個ぐらい来てください。金がかかる。え？物の紛失が多いため金がかかる。おお、弱点やな。うん、弱点やわ。だいぶ。じゃあ今まで嬉しかった YouTube のコメントは？かわいい。うわ、ないよ多分。あるよ。ほぼないよ。じゃあ、逆に、嬉しくなかったコメントは？ムロツヨシに似てる。似てるか。マジで似てない気がする。ありがとう、うん、キャラは似てるけどね。あ、ほんま、俺あの人あんま知らんねん、うん、まあおもろくて、いじられてて。あ、そうだよ。3枚目って感じ。あ、なるほど、うん、ザ3枚目って感じ。はい、ザ3枚目って感じだな。いらんよ、繰り返さんでええねん。仕事でやんだことある？ある。お、会社員時代はよく。じゃあ残り3本だけです。うん、ラストスパートいきます。お願いします。これでフィナーレでいきましょうか。いらんよフィナーレ。フラペチーノ。お金持ちになったら何がしたいですか？お金持ちになったら、ちょっと石垣とかでちょっとリゾートをやりたいですね。ほう、はい、リゾート。そこに住みたい。リゾートホテルってこと？そう。で、適当に友達を呼んで金をかすめたい。うわお。俺も呼んでな。うん、かすめとるわ。その頃にはもうそれ買い取るわ。うわお、いらんよ。自分のことサイコパスだと思いますか？
自分どころか他人も思ってるんじゃないですか。俺が一番思ってる。おやめてくれよ、うん、こいつほどサイコパスおらんと。やめろよボケ。じゃあラストです。うん、視聴者に一言。チュン。いやもう落ちこぼれの皆さん、全国のマジで俺についてきたらいいことあると思いますよ。それでは次回の動画でもお会いしましょう。それでは才能の塊でした。皆さんこれからもよろしくお願いします。SNS も概要欄に貼ってるのでフォローしてね。ではまた。